はい、本日は1月25日でございます。1月もね、最終週になりましたけども、今月はいかがだったですかね。今時間が6時なんで、そろそろ相場解説を始めようと思うんですけども、やっぱりね、全体の流れはセルだと思うんですよ。で、このセルの流れをしっかりと受け止めた上で、小さい時間の中ではバイも入ってきますんで、上手に使い分けて往復ビンタ両方取っていきたいですよね。私の場合は、大きなトレンドがセルの場合は基本的にバイで入ることはありません。ずっとセルのタイミングを待って、どんどんどんじわじわと上げていくものをね、こうですかね、曲がり鼻を打つような感じで戦略は立てております。たまにね、大きな流れのセルの時に瞬間的なバイを取りに行くこともあるんですけども、まあ基本的にはやらないですね。私の戦略はそんな感じでございます。皆さんいかがでしょうか。それでは画面を切り替えていきます。まずは週足を見ていきますよ。週足、いつも私がやっているあの動作どうですか、ね、もう板についてきたんじゃないですか。皆さんもどっから丸を引いてもいいんですけども、ここですよね。こういったヒゲ先を全部結ぶと。これもう何年も前からやってますけどもね。で、フェーズが変わって、下の方になったよって言って、なったでしょ。で、セルっていうのはどの辺からと言いますと、私はこの辺から言ってるわけですよ。この辺からずっとセルですよ、セルですよっていうふうに。で、たまにね、ヒゲで戻ってくることもあって、セルで、逆撃を食らうこともありますけども、基本的にこの移動平均線見てください。安定してずっとセルの方に動いてるでしょ。で、このローソク足もずっと平行してセルの方に動いてますよね。だからセルで間違いないわけですよ。これからも基本的にはセルを続けていけば負けることはないです。ただしこれは大きな時間軸での話です。私たちはデイリーではなくて1日でやってますんでね。だからセルでいいんだけども、トレンドはセルなんだけども、でもエントリーするための1時間っていうのは倍に向かう時が長かったりもしますので、そこでロスカットを食らわないようにね、十分上の方に上がってきた段階でセルをかけていくってこと、これを私が日々相場解説で申し上げているわけなんですよ。エントリーポイントを探しますよっていう時は、その日はポジションがない状態ってことです。で、エントリーポイントを探すよって言ったその日にですね、曲がり鼻を打つために下の方に反転していく、上に向かっていくところが下に反転していく、その流れの上がり曲がり鼻を取っていくってことですからね。じゃあ4時間を見ていきましょうか。はい、4時間こんな流れで、全体的にこれもいつも引いてますけど、こういう風なのはずっと変わらないでしょ。ずっとこうですよ。ここで反転、あ、ここで反転します、ここで反転します、ここで反転します。これ最近のことですよね。これずっと変わらないでしょ。で、下から上に向かうときはちょっと難しいですから、私はだからセルの間ではバイに入らないというのはこういうとこなんですよ、ね、セルで儲けてるうちはいいんですけども、いつバイに向かうか分からないわけですよ。だからここで例えばロスカットを食らってセルが終わったなと思ったら、しばらく見ておくんですよね。で、十分上に上がった段階、十分っていうのはこの上のトレンドラインにぶつかった時ですよ。この時にセルに入るわけですよ。そうすると、まあ、ここら辺ではね、セルに向かったけども上に行っちゃったってことでロスカットを食らう部分はありますけども、でも基本的にはセルに向かってるんで勝てるでしょ。こういうふうに、こういうふうにね。で、これを捉えてくださいよってことなんですよ。じゃあ4時間の方でさらに細かく捉えていきます。4時間なんですけども、こういった波動を書きましたね、以前。この波動をすぐ生かすことはないんですけども、まあちょっと意識していただくと、今度はね、こういう波動に切り替わってきてるわけですよ。こういう波動ですよ。まあ、ですので、基本的にはセルなんだけども、そのセルの中にバイの流れがあるから、ちょっと厄介なんですよね。で、私はセルの流れが来たときは、十分この天井に当たったときの判定を狙うことはありますけども、こことかね。ただ、バイを目指して、バイで入るってことはないですね。だから今もポジションがない状態です。そろそろセルに向かってエントリーを仕掛けようかなっていうふうにお話したのが最近のことです。そして1時間を見ますね。はい、1時間を見てみますと、おそらくなんですけど、まずゾーンが大きく色濃くここにあります。ですので私はね、まあ今からセルに入っても悪くないんですけども、もうちょっとバイの方に行くんじゃないかなと思います。ですから今日の私のコメントは、今日エントリーポイントを探しますって言葉になります。そして十分上に上がった段階で反転だと思ったところ、もしくは横ばいに入ったなっていうところ、今横ばいに入った状態かなと思うんですけども、今週の相場が上げ始めた時にどっちに向かうかいまいち分かりませんのでね、もし下に向かうようでしたらちょっと様子を見て抜けたのを確認してセルで入ります。そうではなかったら反転して上に行く可能性があるんですよ。そしたら上に行くのもまた十分ね、待って半日もしくは明日の朝までになるかもしれませんけども、その瞬間にセルをかけていくポイントを探すってことになります。いずれにしてもセルのためのエントリーポイントを探すのが今日と明日の仕事になってきますので、よろしくお願いします。
はい、ということでね、エリオット波動とそれからフォーメーション分析を含めた中級編が、まあ、そろそろ始まるということでございますので、期待されている方ね、もうちょっとお待ちくださいね。そして基礎編がありましたよね、10月から3ヶ月のテーマで始まったものですけども、こちらの方が、まあ、十分こなせたかなと思う方、まあ、十分はこなせていないんだけども、なんとなく分かってきたかなって方はぜひね、中級戦にトライしてみてください。中級戦をやることによって初級編がもっと噛み砕けるかもしれませんのでね、その辺、まだ有料なんでね、ちょっと目先のお金がないなってことは無理しないでくださいね。ただ皆さんの手に届くような金額にはしてますんで、前回も安くてびっくりしたでしょ、まあ私はそういう形なんですよ。これでね、何十万とか言って皆さんから集めるわけではなくて、皆さんのいわゆる投資金額を取り上げるつもりはないんでね、まあ、ですんで、まあ、教材費といいますかね、ちょっとその辺をいただいて、次のね、今度もしできるようだったら上級編とかも作っていきたいんですよ。まあ、上級編はさすがにリアルでやんないと難しいかなと思います。リアルでやらないと、動画で越しに伝えられることも限界がありますんでね。だから上級編をやるとしたらこの夏になってきます。そのぐらい中級編もやってやってやり込まないといけないんで、ちょっとね、3ヶ月という期間を設けるんですけども、中級編はもしかしたら場合によってはもうちょっと長くやるかもしれません。その代わりしっかりと休憩取りながら中級編行きますんでね、1週間やったら1週間休むみたいなペースで行こうと思いますんで、本当に中級編は初級編以上に頭が痛くなると思いますんでね、そして結構詰め詰めになると思います。だから1週間みっちりやったら1週間はしっかり休むみたいな、そんなペースでやっていこうと思いますので、中級編ね、ご期待ください。では、ありがとうございます。